玉木雄二です。血案の確定はい、逮捕よろしくお願いしまーす。なんつったの、なんつったの、血案の確定P だわ。今話題のね、今話題の、はい、というわけで今回の企画は全力音楽でございます。はい、振られたお題のね、返答をこちらに並んでるバキシリーズからパッて開いたところから見えた文字を選んで返すというシンプルなゲームでございます。はい、この間ね、これを見てくれたお友達がめちゃくちゃこれいい企画だなって、これ見ながら酒飲んでなんか楽しんでもらってたのをね、あの SNS にアップしてくれてました。ありがとうございました。ありがたい、ありがたいです ね、じわじわ広がっていけばいいですけど。本当の話よ、本当の話、本当の話、これは本当の話、うん、じゃあいつも通りこうこうこういきますか。今日のお題を聞かせてください。くださいって言っちゃった彼女との喧嘩です。彼女との喧嘩、はい、もうなるほど、これはまあ、よくあるやつですね。はい、私と仕事どっちが大事なのよ。くぅちょっと俺8年ぐらい彼女いないから分からんなよくあるのかどうかすらも分からんな。リアルにこれ言われるの嫌いなんだよな経験者だな男女のね、もつれよくあるやつに変身していくと、うん、はい、では下里さんから、はい、お願いします。これ緊張の一瞬ですよ。スイあーおーと、ちょっと待って、いや、いつも外すからこの企画の時ぐらい外しといたらもう来ました、整いました。では、お願いします。私と仕事どっちが大事なの。ジージーいやいや親戚出てきてるな、親戚出てきてる各家族世帯なのかな、めちゃくちゃおじいちゃん子なのか私と仕事よりジジイが大切だ、ジジイが大切だじゃあ私いきます。はい、31巻スネグラップラーの、はい、置いていいですか。じゃあはい、いきます。私と仕事どっちが大事なの。べきそんな無駄なことを彼女かわいそうだな聞いたばっかりに、いや、わかんない、彼女側かもしれない私と仕事どっちが大事なの、後ろから決めながら聞いてうーって戸惑ってたからべきってもう言ったかもしれない彼女が即答できないなってそうお、じゃあ目が合った、これと目が合った。あ、じゃあユージさんは行った瞬間に開いて言うやつじゃあ僕からではお願いします。はい、私と仕事どっちが大事なの。東方角、まあ、あの風水しかなんかに言ってるんだ東が大事だぞと仕事か私じゃない、東俺が悪いんじゃないんだから俺がね開いたページの運ですから俺だから俺言っとくとゴーとかもあったんだからゴーの上に東って書いてあったから、はい、じゃあもう一周行きましょう。来ました、うん、はい、あ、お願いします。私と仕事どっちが大事なの。ボクシングの構えだこうやって言ってるんだステップ刻み私と仕事どっちが大事なのもう話し合いだけじゃどうにもならない時代なのかなじゃあせっかくね、目に入ったからピクルで出ました。うわーこれ、ね、ハンマーバキの 10.5巻スイッ、あ、一応文字はあります。私と仕事どっちが大事なの。意味することは一つしかないどっちか言えってどっちか選べって言われてるのにそれをもう一回別の言葉で意味することは一つしかないだからって言われてその一つを言えって言ってんのって余計火に油を注ぎましたねこの質問そもそもさ、はい、私と仕事どっちが大事なのよって言って、いやお前が大事だよって言ってじゃあさーってなるよね。なりますね、これもう拉致が開かないのよそうなんですよ、終わろうもいやいやなんで自分の番でよっしゃー行きましょう。あ、ハンマーバキ25巻、目が合いましたね、はい、私と仕事どっちが大事なの。天津さえ祭りごとに身を置く立場にありながらガン首揃えて一民間人の家庭問題に関わらんとすええええ
どのシーンですかこれ。多分裕次郎とバキの親子喧嘩の時に二人の元にいろんなメディアとかいろんなのが来るから、はい、そこに裕次郎が一括入れたっていう家庭の問題にそんな騒ぎ立てんなみたいなことを親子喧嘩に介入してくんなと。そう、なんて言ったの、もう一回聞きます。もう一回いいですか、もう一回いいですか。天津さえ政事に身を置く立場にありながらガン首揃えて一民間人の家庭問題に関わらんとす当時のオバマを模したアメリカ大統領たちに向かって言ってる。俺と彼女の問題なんだけどね一国が来ちゃったよとりあえず一緒行っちゃうす、はい、よっしゃ行きましょうか。あ、私と仕事どっちが大事なの。俺を除く全てめちゃくちゃいいやつやめちゃいい男だ相手は2択しか出してきてないのに自分以外すべてないこれださっき言ってたけどこの回答への正解はこれだ。どっちが大事とかじゃない俺を除くすべてだなんか女の子もめちゃくちゃポンってなるかめちゃくちゃ、いやどっちかって聞いてるだろうってぶち切れるからこっちかするもうこの回答もう何位なの何位なのっていやいいの出たな。最高だね。これ以上出ないんじゃないかな後ろか。はい、私と仕事どっちが大事なの。 OK ファイリクダンせんべいが路上で喧嘩してて通行人がこれ喧嘩見ていきなり OK ファイ殴り合いさせ喧嘩させる嫌なレフリーがいたな。あーいいっすね、アホな世界だな。じゃあおぉバキ26巻お、じゃあ一回俺も選んでみようかな。あ、選ばます、それいいっすよ、それいいっすよ。それはこうなるよ。オッケー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 。はい、私と仕事どっちが大事なの。おー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 テンションだけで乗っちろっか大観衆がいるえ、なにだから私の仕事どっちが大好きなんだよ。周りうおよく行ったぞ地下闘技場のあのリングの真ん中で二人言い合ってるから周りに一人です。いやいい、いい解決策がいっぱい出たんじゃないですか非常に良かったですね学べますね、バキさんは。やっぱりさすがですね、はい、俺を除く全ての青絶対言うし今後、もしくはもうオッケーファインでもう戦わせるからどっちかですねで、俺が横でおお皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、はい、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。また次回逮捕ね、さよなら。どんなんやってほしいとかもあったら嬉しい。コメントまでバイバーイPeace!